どうもみなさん、日本語で実況プレイをしているアメリカ人、コウテツ・スティールです。これは、スーパーマリオ・サンシャイン、アンリアル・エンジンバージョンですね。この前に、ゼルダの伝説をやってましたね。それがすごかったですね。まあ、これもすごいですね。画質が良くて、あとは BGM が懐かしいですね、このゲーム。まあ、とにかく、行きましょう。こうやって飛びますね。で、これ、どこまで行けるのかな？まあ、そんなに遠く行けないはずですね。こう、あ、これも撃てますね。ほほほ。踊れ踊れ。これはね、もう15年前の話ですね。スーパーマリオサンシャイン。わー、それは、なんか俺の年齢の半分だね。もう、やばい。なんかパイプとかはないのかな？あ、そういえば、これ終わったら、ちょっとだけ、ルイージマンションもやってみましょう。っていうか、どこまで高く？おお。いやー、このゲームはね、実はクリアしたことないですね。まだクリアしてないですね。スーパーマリオサンシャイン。いやー、まあ、これをやってた時に、16、17歳かな。まあ、いや、なぜでしょう。これは結構難しかったんですが、私だけかな。ほう。あ、あっちにもなんかあるんだけど、ちょっと行ってみよう。ほう。ほう。ちょっと時間かかる。でも、時間かかっても、ちょっと環境とか、ね。あ、いや、かかりすぎ。おー、もう少し。っていうか、今気づいたんだけど、ちょっと残像みたいな、あるんじゃない？あ、ある。ほら。なんで残像が？わかんない。まあ、アンリアルエンジンだから、あ、あれこれ、あー、なるほどね。あ、これ以上いけないか。あー、でも、なんかのチートのアプリ使ったらもっと遠く行けますね。でも行っても何もないだろう。もっと草とかだけ。でもよく、ちょっと眩しすぎ。さすがアンリアルエンジンですね。あ、パイプが。いやー、入れないだろう。あ、そういえばね、今日いろんなものを調べてきましたが、なんか、Wii U のエミュレーターがありますね。コンピューター、あ、入れるけど入れない感じですね。で、なんか Wii U のエミュレーターがあって、コンピューターで Wii U のゲームプレイできますね。まあ、すごく高いスペックコンピューターじゃないとダメですけど、あまり動けないんですけど。まあ、スーパーマリオメーカー含まれていますが、いやー、プレイしてもそんなに面白くないかもしれませんね。スーパーマリオメーカーの魅力的なところは、やっぱり他のプレイヤーのステージで遊ぶことですね。おー、ちょっと泳いでみよう。プッ。おー。あれ？おー、まあ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 。あ、え？ちょ。バグ。まあ、これ本物のゲームじゃないから許してあげる。でも面白い。なんでこれ？走ってる。それで飛べるの？すごい。っていうか、すごい高い位置から落ちて、そしてもう一度この水を吐き出してみよう。こうやってですね。おー、面白いね。そして水にも。走ってる。なぜ？じゃあ、まあ、結構、探検しましたね。では、次は。お、合わせた。これですね。ほっ。お。ブワーとかですね。よし、次へ。
ルイージーマンションですね。おー、すごい。あ、これが外だね。なんかゲームの始まりだね。あー。ワゴンが。どうした？あー、怖い。マリオ？マリオ！とかですね。あ、ちょっと。あれね。雷とかやばい。マリオ！面白い。似てる。いやー、ルイージマンションはすごいですよね。あー、そういえば、ルイージマンション2とかあったっけ？あったような、それは DS でしたっけ？ああ、この BGM もいい。いやー、まあその、屋敷、そのマンションに入れないんですね。やばい。ルイージマンションやりたくなっちゃった。やっちゃおうかな。実況プレイしちゃおうかな。ここまでいけるんだ。何もないんだけど。ああ。マリオ？マリオ？マリオ？では、ということで、今日ここまでしておきますね。見ていただいてありがとうございよ。ちょっと、うるさい。ありがとうございました。この二つのゲームどう思われますか？皆さん。お、こっちに火が。あ、これが前だ。なるほどね。では、次へ。